九州鉄道16半角鉄道4440型はかつて日本国有鉄道の前身たる鉄道員に在籍したタンク式蒸気機関車である。元は1890年に九州鉄道がドイツのクラウス社から輸入したもので、1907年に鉄道国有法による買収により国有鉄道席を得たものである。本では年から輸入された 改良型である1400型についても取り扱う。車軸配置0から6から0系の単式に寄稿、飽和式、サイドウェルタンク機関車である。デザインは同時期に、九州鉄道、九州鉄道では、形式15と称され、27両が導入された。同じ頃、半角鉄道においても同景機を A2 型として2両購入している。本形式の導入状況については、 九州鉄道半角鉄道 LI は国有化後しばらくの間は私鉄時代の形式番号のまま使用されたが1909年に制定された鉄道員の車両形式称号規定により 1400K、1 1400 4 4 0系の2種に分けられた両形式の差は道輪直径の差ということになっているが同系列機である10型が当初計画では 道輪直径の差により10型と30型に分けられていたのと同様の事情で本来区分の必要がないものであった。そのため、水槽容量の差をもって区分することとした。九州鉄道に導入された後に四4 4 0型となる初期の8両と1400型になった半角鉄道の2両はサイドタンクの長さが短く、第一道輪の直後から運転室までの間であったが、 九州鉄道の後期型14両は、第一動輪中心までの長さとなっている。いずれも、弁装地の気候を避けるため、第一、第二動輪間の水タンクの底面が上がった形になっているが、後期型の方がそれがよく目立っている。1909年の形式称号規定制定に伴う改版の状況は、次の通りである。参考に当初計画の番号も記す。これらは、一貫して、 九州島内で使用された。主な配置は、文字、都市、宮地線、犬海線であったが、1925年から翌年にかけて廃車された。しかし、廃車後解体となったものは1413のみで、他はすべて地方鉄道や専用線に払い下げられた。統計式が非常に使いやすく、これらの地方鉄道の需要に合致したものといえよう、統計式は前述のように、 解体された一両を除く28両が民間に払い下げられて使用された。その状況は次の通りである。一部は戦時買収により国有鉄道に服したが、いずれも短期間のうちに廃車、または払い下げとなっている。最終的に本形式が消滅したのは1960年代末で保存された一両を除き廃車後すべて解体された。 1440系の所言を示す。山川駅間の鉄道不設免許状がカフされるが1898年に、会社解散、鉄道局年報。明治31年度1924年3月10日、犬海線浅路駅において、ボイラー爆発事故を起こしている。目で見る、武田、王の、直入の100年強度出版社。2001年、35ページ。ありがとうございます。